フォードプローブ。フォードプローブはかつて生産されたフォードモーターとマツダの共同開発モデルである。マツダカペラがベースであり、ミシガン州フラットロックにある両社の合弁工場、アーアイ、米マツダ上で生産された。いわゆるセクレタリーカーの代表的車種である。日本には初代、二代目とも正規輸入、販売された。の後継車種にあたり、 1988年9月に1989年モデルとして登場。搭載されるエンジンはターボチャージャーとなの2.2リッター直列4気筒12バルブサイチェシーエンジン及び3リッターの60度 V 型6気筒オフエンジンの3種類。マイナーチェンジ後の後期 LX1990 年モデルには3リッター V 型6気筒オフエンジンが搭載される。なお、 2.2リッターエンジンはターボチャージャーとナノ量子とも松田製であるが3リッター V 型6気筒オフエンジンはドイツフォードにて研究開発されアメリカフォードにて生産されたバルカンエンジン同時期のトーラスに搭載されていたものと同じである日本で正規販売されたのは2.2リッターターボの前期後期 GT とナノ前期 LXV6 の 後期 LX の2グレードだが、ヨーロッパやアメリカ本国には廉価版の GL もある。正規輸入された前期モデルの GT は 5MT 仕様。一方の LX は 4AT 仕様。後期 GT には待望の 4AT 仕様を導入。後期 LX には3リッターの部位があった6気筒オフ、エンジンが搭載される。4AT を採用する GT と LX のギア比は、 すべて松田カペラと同じである。GT の 5MT は1速、2速がローニアードで、同時期のポルシェ911カレラより、0発進は優れていた。メーカー発表では、0から 60MPH、100例時速 100km 加速は6.7秒。ポルシェ911カレラは6.9秒また、0から 400m 加速は15.2秒で、 時速 140km の性能である。カタログ上の最高速度は GT の時速 215km。時速時速 100km でのエンジン回転数は 2600rpm である。また、前期 LX の性能曲線図で読み取れる最高速度は時速 170km 程度である。実際は時速 180km まで加速が可能である。GT は前期 後期とも、スピードリミッターがないため正規輸入車でも、時速 180km 以上の速度が出せるが、LX は、前期、後期とも、タイヤのスピードレンジが低いため時速 180km で、スピードリミッターが働くようになっている。ハンドル位置は、左のみで、ヨーロッパにも、かつてのカプリの事実上の後継者として輸出された、GD プラットフォームを採用しており、 マツダカペラ C2 と姉妹車の関係になっている。アメリカのマツダ626が日本でのマツダカペラ。そのスポーツバージョンがマツダ 626MX-6 になる。これはプローブ GT の外装、内装違いでエンジンシャーシともに同じである。マツダ 626MX-6 はプローブと同じ2.2リッターターボ。その後日本では一時的に カペラのモデルチェンジとして、クロノスシリーズが導入され、その際に、カペラ C2 の後継者が、マツダ MX-6 となり、海外で使われていた名称と統一された。この日本での初代 MX-6 が2代目プローブの姉妹車である。ヒドンピラー処理のサイドからリアへ回り込む、ラップアラウンドウィンドウ。フォード車で初となる、リトラクタブルヘッドライトを持つそのスタイルは、 スタイリッシュであり、当時のフォード車の中では、CD 値、空気抵抗係数が0.304と一番低く、名前の由来ともなった、空力デザインコンセプトカープローブの名に恥じないものになっている。GT は、タイヤサイズにより CD 値が0.309になる。マイナーチェンジ前である1989年モデル。また、フロントフェンダーからの一体感を出すために固定式。 ドアミラーを採用していたが、日本やヨーロッパの一部のシムケッチでは、固定式、ドアミラーが保安基準に適合しないため、加藤式に変更されている。そのため取り付け部が大きく、デザインがスポイルされている。マイナーチェンジ時に、加藤式でありながらオリジナルのデザインに近づけたドアミラーに変更されているが、一体感には差があった。フロントバンパー内に設けられた。 ターンシグナルランプは、スモールランプと兼用の明滅式であるため、日本仕様では、保安基準に適合させるため、消灯時間のある、点滅式に変更されている。なお、当時のフォード社の輸入元であったマツダでのプリ、納車前整備作業において、日本の保安基準に適合させるために行った、作業の主なものは、左側通行用ヘッドランプへの交換、フォグランプの照射方向変更、 GT のみ、斜め後方からでも確認できる、フロントサイドターンシグナルランプの増設、加灯式、ドアミラーへの変更、ナンバー等考慮アップ、後部リフレクター増設である。その他、日本仕様のための細かな変更点もいくつかある。ギャラリー写真を参照、1、前期型オリジナルドアミラー、2、後期型オリジナルドアミラー、3、加灯式、4、 前期型日本仕様化投式内装では、ステアリングコラムとメータークラスターが一体化しており、チルトで、ステアリングホイールの高さを調整すると、メーターやスイッチ、ワイパー、ウィンカーレバー類も連動する。ヨーロッパや北米では大ヒットとなり、現在でも多数のチューニングパーツが販売され、オーナーズクラブも多数設立されている。チーフデザイナーは、報道社の日本人デザイナーである斉藤氏。 プローブ用部品として、マツダ製部品については現在でもマツダが生産を行うが、フォードより供給が行われている。スタイリング的には評価されたが、駆動方式が FF で AT のみの設定であったこと、さらに当時の日本車市場には、ライバルとなる車種が多数存在したため販売は、不審であった。これは二代目についても同様である。1992年9月、 1993年モデルとして販売を開始する。モデルチェンジによって G プラットフォームを採用し、マツダ MX-6 と姉妹車の関係となった。エンジンは、マツダ製 2.5LV 型6、気筒 DOHC と 2L 直列4、気筒 DOHC を採用し、グレード構成は V6 エンジン搭載の GT、気期4エンジン搭載の SE、 GL の3つからなる。全グレードで5速 MT と4速 AT の選択が可能だが、日本で正規販売が行われたのは GT の4速 AT のみ。ボディサイズは初代よりも拡大されたが、ラップアラウンドウィンドウやリアハッチゲートおよびリトラクタブルヘッドライトなど、初代のイメージはそのままに。 よりグラマラスなデザインが施されたことが特徴で、GT のバンパーはタグレードと異なるデザインのものを採用した。なお、このモデルでも日本、ヨーロッパ、オーストラリアなどで販売が割れ、デビュー年の1993年には、アメリカの自動車雑誌の主催するカーオブザイヤーを受賞した。1995年には、GT をベースにサンリューフ、本川シート、 クルーズコントロールなどを装備した特別使用車、GT リミテッドを発売。また、1996年には同じく GT ベースの GTS が設定されている。日本ではアメリカ本国とほぼ同時期に輸入販売が開始される。当初は左ハンドル仕様のみが設定されていたが、1994年6月に右ハンドル仕様を追加。なお、 MX-6 に採用された 4WS は採用されていないがナチュラル 4WS と呼ばれる等コントロールシステムを装備した。プローブは2世代でモデル消滅となったが1999年から発売されたドイツフォード製のマーキュリークーガーは事実上のプローブ後継者である。またプローブはマーキュリーブランドでの姉妹モデルは存在しなかったが 逆にこのクーガーの姉妹モデルとなる FF2 ドアハッチバッククーペはフォードからは発売されていない。ただしフォードブランドでは1998年からエスコート ZX2 という FF2 ドアノッチバッククーペが販売され、これがフォードブランドとしてのプローブ後継の位置づけとされていた。しかし、エスコート ZX2 はその名の通りエスコートをベースとした車であり、 プローブより一回り小さく、エンジンも2リッター時か 4DOHC のみである。クーガーは日本へも、近鉄モータースを通じて、正規輸入されたものの、プローブと比較して、かなり高い価格設定や、近鉄モータースの販売網の少なさなどもあり、プローブ以上に売れ行きは芳しくなく、見かける機会は滅多にないほど希少な車となっている。またクーガーのヨーロッパ販売モデルは、 マーキュリーブランドではなく、ホードブランドで販売された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。